イタリアの歓声に包まれて最初に演技を行います。ミチェラ・カストルディです。予選は7位通過でした。さあタミーさん、まず女子のシングルということですが、このエアロビックという競技、どんなところ注目していけばいいですか？そうですね、エアロビック動作パターン AMP と呼ばれますけれども、それと難度の技、それをいかに組み合わせて表現できるか、曲に合わせて表現できるかというところですね。これ今難度エレメント技ですね。はい、技が今3つつながりました。コンビネーションで3つつなげると 0.2 の加点です。それが今 AMP ですね。はい、ジャンプも難度エレメント、はい、今のは2つつながりましたので 0.1 の加点です。でその他こういうような、移行動作といいますか、動きのつなぎというのも芸術点で見て、今これはエアロビック動作 AMP ですね。このエアロビックは難度点、芸術点、実施点の3項目で評価されます。今のはフレアーからのウェンソン、難度エレメントです。そしてターン、ちょっと軸がぶれましたね。足を水平にするホリゾンタルのターンでしたね。そうです。こちらはフリーイリュージョンからのバーティカル、これも難度エレメントです。シングルは最大10個の難度エレメントを組み込むことができます。カストルディが演技を終えました。